ズームインジョン。この動画は子供に音の仕事を紹介していきます。今日のゲストは横浜市役所地域福祉局江原さんです。お願いします。では江原さんの区役所の仕事はどんな仕事をされていますか？はい、私は横浜市役所で、主に福祉や保健の仕事をしているんですけれども、例えば、災害時要援護者支援といいまして、災害の時にあたって、避難、自力では避難が難しいっていうような高齢者ですとか障害者とかの支援をどういうふうにするかというのを普段から備えるとかですね、例えばそういうことをやっています。ありがとうございます。では次に、江原さんがこれからしていきたい活動などを教えてください。これからしていきたい活動としては台風が来るかもしれませんので、それに向けてどういうふうに備えるかっていうのを今考えているところです。ありがとうございます。最後に子供たちに一言お願いします。そうですね、とにかく、よく遊んでよく勉強して、勉強ってそのね、学校なんていうんだろう、机に座ってする勉強だけじゃなくて、やっぱり外に出てね、いろんなことをやっぱり見学したりだとか見たり触れたりするっていうことが大事だと思うので、今そういうことを皆さんされてると思うんですけども、そういうのを頑張ってくれたらいいかなと思います。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。